はい、もう授賞式やっぱり緊張しましたか？めちゃくちゃしたよ。優勝先生でも緊張してたよね。しましたしました。本当にしました。あらら、いやだから本当に縁がないから、はい、ない慣れてないのよ。なんかそのイメージもないですけどね。なんかずっとなんかこう一線でいて、まあ、私なんか特にこう小さい時からやっぱ声を聞かせていただいてるお二方ですし、なんかこう検証先生、ごめんなさい、検証先生っていうのに慣れてしまって、小野検証さんがすごくこうなんかそう賞に縁がないっていうイメージが本当に全くなくて、不思議だよね。はい、いやいや、なんか本当になかったんですよね。だからいつもひょうひょうとこうされてるイメージがやっぱりこの個人的にはあって、緊張されるんだっていう。さすがに緊張しましたね。なんかやっぱすごくやっぱ価値のあるというか、ね、なんかやっぱりなんか光栄なことだし、なんかいつものそのふわっとしたテンションではちょっと言っちゃいけないんだろうなみたいな、なんか変なのもあって、これがまたその何ですか、なんかいろんなそのところだ、他の主演男優賞じゃなくてとかだったら、他の賞でいただいてたらもうちょっと気楽だったかなとかは思ったりとかしたんですけど、ちょっとなんかやっぱ主演男優賞って言われると、途端にちょっとしっかりなんか思いの丈みたいなのも作品も背負いみたいな、そうそう、作文しなきゃみたいな。作文したの？しました。おおおた、マジで？うちで、はい、なんならそれを、前日に、花井くんに練習付き合ってもらって、マジで、はい、実はちょっと練習付き合ってもらって、はい、アドバイスとかあったんですか？いや、もう散々ボロクソ言われて、もうボロクソですよ、もうちょっとなんか、無難っすね。言うな、それ花江さん、ケンショーさん、それ、なんかなんか誰でも言えるっすね、それ。いやいや、ケンショーさんの色欲しいな、みたいなことを言われて、付き合ってもらって。やっぱり練習するか。練習したので、そのまんま喋ったの、さっき。あ、でも、アドリブは。お、アドリブっていうか、まあ、なんかやっぱ、出てくるものはありましたね。その時の気持ち、みたいなもので。そしたら LINE で、アドリブナイスですっていう。おぉ！ LINE が。ちゃんと花井さん聞いてたんですね。さすが。はい、やっぱ持つべきものは友だなって思いますね。でもね、なんか、美香子もさ、なんかりえちゃんもさ、結構なんか普段とはちょっと違う感じで、緊張してたけど、すごい一生懸命なんか喋ろうとしてて、美香子はちょっと涙ぐんだんですけどね、ジョイン女優の時に、なんか真木さんが泣いてる、あ、ごめん、一緒にやってる作品です、真木さんが泣いてるとか思って、ちょっともらい泣きしそう。なんかそういう、上がった時になんかそういうテンションがあり、やっぱりなんかその何ですかね、その受賞するまでのなんかやっぱプロセスというか、なんか過程というか、なんかそれぞれやっぱ皆さん持たれてるものがあって、なんかやっぱ僕も感じたんですけど、そのなんか賞を受け取った時に、なんかこう今までそのやってきたことみたいなのがなんかバーってこう出てきて、なんか卒業じゃないけど、そうだと思うよ、なんかそういうやっぱ気持ち込み上げてくるものはやっぱありましたね。